ではトラックドラ男子 1200m 決勝、大会記録は1995年第50回大会表彰の若松を焼きました3分45秒21。それではこの一節の選手を紹介いたします。第1レーン出身東京鹿児島、第2レーン川口鹿児島上京、第3レーン宮城県鹿児島上京、第4レーン竹崎鹿児島実況、第5レーン森君平津山大学、第6レーン上川県神谷鹿児島大学、第7レーン中野君宮城県チーム、第8レーン川内県平津山大学、第9レーン清水君鈴木翔也、第10レーン新潟県鹿児島上京、第11レーン森君平津山大学、第12レーン岡村君鹿児島大学。以上、2名で男子200m は決勝。さあ、放送でお伝えいたします。この男子200m は決勝。予選を見ますと、非常に決定の中の予選になります。鹿児島上昇の森君、さあ 300m は45秒、なおトラック1周 400m を65分進めると3分45秒、この記録は大会記録となります。それでは先頭は77分、さあ 200m は61秒、さあ、そのまま行きますと、3分50秒、2分で優勝記録を伝えます。この男子200m決勝。さあ、これも500m を通過。さあ、600m を通過。この1周は64秒。さあ、この1周は64秒。さあ、このような先頭が鹿児島上昇の南中は男子 5000m の優勝者になります。これで優勝者となると2冠になります。さあ、同じ 1000m、さあ、1000m は2分37秒。さあ、このまま行きますと3分55秒前後での進出が通ります。男子 1200m。 さあ、残り1周が離れまして残り1周です。さあ、離れまして残り 400m。 さあ、これが3分ちょうど。さあ、この200m は3分11秒、この1周は67秒。さあ、先頭に立つのは東京鹿児島の中間君、中間君残り 200m、 さあ、3分25秒。3分35秒。さあ、残り1m。さあ、先頭は中野君、東京鹿児島。さあ、3分75秒。3分55。
4分超えろ、5秒、10秒、さあ、ランタナ独の発祥、これまで企画は第12号を走りました中村くん、東京都さん、記録は3分56秒73になりました。